中台首脳会談は2015年11月7日にシンガポールで開催された中華人民共和国主席の習近平と中華民国総統の馬英九による首脳会談。両岸首脳による会談は1949年の分断以来初めて。両首脳は中国大陸と台湾が共に中国に属するという一つの中国原則を確認した92コンセンサス をもとに、ホットラインの解説など平和的な関係を築く、考えで一致した。7日を中心とする首脳会談までの両首脳の動きについては、以下の通り。会談の様子この会談中に、馬英九が一度だけ、台湾の正式名称である中華民国に言及し、会場の空気が張り詰めたが、習近平は顔色一つ変えずに聞き流した場面があった。習近平が、 馬英九級に訂正を求めれば、会談は決裂する可能性があった。これには、伏線があり、会談に遡る10月下旬に始まった事務レベルでの交渉で、台湾側が、馬英九級が中華民国に言及しなければ政権が持たないと主張した。これに、中国側が反発し、交渉は頓挫しかけた。しかし、習近平は、 相手を困らせるために会談するわけでないと指示を出し、交渉の流れが階段実現に傾いたという、ありがとうございます。